心診療所チャンネル。うつ病適応障害セルフチェック、今回は女性のうつ病の特徴5つについて見ていきたいと思います。よろしくお願いします。メンタルクリニックではうつ病のご相談を多く受けます。その中で幅広い年代の女性のうつ病でのご相談を受けることがあります。同じうつ病でも男性と女性で症状の出方などに一部違いを臨床上実感しています。今回はこの女性のうつ病の特徴5つを見ていきたいと思います。1つ目は発症率の高さです。男性の2倍の発症率とも言われます。このうつ病発症等の男女差というのを見ていきますと、アメリカの基準 DSM-5 の記述でも男女比はおおむね1対2、女性が2倍というふうに言われます。他のデータでも 1.7 倍から2倍などちょっと違いはあるんですけれども、ただ男性より女性が多いというところは一致しています。実際の臨床的な印象でもほぼ1対2というのは実感と合うところであります。女性の方が多い理由ですけれども、これは厳密にはまだ不明です。ただいくつかの要素が言われているところがあります。一つはホルモンの影響というところ、もう一つは社会的なストレスの影響というところも言われることがあります。あとは受診が男性と比べると受診のハードルが少し低くて早いということも言われることもあります。続いてが不安が出やすいというところ、落ち込むより不安が目立つところもあるというところです。女性のうつ病と不安というところを見ていきますけれども、これはうつ症状よりも不安が目立ちやすいことが少なくありません。その中で他の不安障害、パニック障害などを合併することもあります。そして男性で比較的多いような精子といって、もう意欲がなくなってあまり動かなくなるというケースは比較的少ないという印象を持っております。不安に関してはメリットもいくつかあります。まずは早期受診につながりやすいというところ、不安から受診につながりやすいところがあります。そして抗うつ薬 SSRI はまず不安に効きやすいというのが臨床的にあります。そして不安がありますと、話すなど対策をとっていってストレスを溜め込みにくい部分はあるかと思われます。しかし不安には悪影響もいろいろあります。まずは不安から不眠になって、そこから悪循環につながってしまいやすいというところは注意が必要です。そして不安があると頭が休まりません。休養の確保が困難になって、やはり悪循環になってしまうことがあります。そして不安がある程度強まりますと混乱になって人を巻き込んでしまう、巻き込みを生じてしまうことがあるので注意が必要です。このうつ病の不安に対しての治療というところですけれども、まず抗うつ薬 SSRI は不安に対しても有効が期待できますので主に使っていくことになります。そしてストレスの対策、休養というのは有効ですけれども、不安が強いとなかなか休養が困難になることもあります。その場合、抗不安薬、不安を取る薬や眠りを助ける睡眠薬を補助的に使うこともあるというところです。3つ目がホルモンが影響するというところ、ホルモンの変化と時に連動するというところです。女性のうつ病とホルモンですけれども、女性では女性ホルモン、エストロゲンなどが変動しやすいというところがあります。そして女性ホルモンの変動とうつ症状が連動しやすいというところがあります。その他、甲状腺のホルモンの不調も女性の方が多いと言われています。女性ホルモンが関連するうつ病というのを見ていきますと、まずはいわゆる PMS、PMDD、月経前症候群などになります。続いてが産後うつ病、もう一つが更年期うつになります。まず PMS、PMDD ですけれども、これは生理前にうつ、イライラも含めて様々な心身の不調が出るところになります。ホルモンの変化が背景ともされまして、それによって脳内物質セロトニンも影響を受けるというふうに言われているところがあります。この時に抗うつ薬が SSRI が特に有効とされまして、ただ効果には個人差があるところがあります。続いて産後うつになりますけれども、これは産後集中して発症するうつ病の症状になります。これも主に産後の大きなホルモン変化が影響するというふうにされています。自然に警戒することもあるんですけれども、一方で急な悪化もあるため非常に注意を要するものになります。続いては更年期うつです。これは閉経前後の更年期症状の一つでうつ症状が出ることがあります。これもホルモンの変化が背景とされまして、それにセロトニンの変化も連動するところが指摘されます。これもホルモン療法を検討していくんですけど、その他のものとして抗うつ薬を使うことが選択肢になってきます。続いては社会的ストレスが影響するというところ、様々な角度でのストレスがかかるというところです。女性のうつ病と社会的なストレスですけれども、まず社会進出をしていく時のストレスというところは指摘されます。そして子育て関連でのストレスも指摘されるところがあります。
その中でいわゆるシングルマザーにおけるストレスとうつ病の話が出てくることが多くあります。まず社会進出のストレスとうつ病というところですけれども、これは現状での、男女の差といわれることがある中で社会的立場を築いていく、そのための労力というところは言われるところがあります。そして特に産後においては、さまざまな立場で役割を同時にこなしていくストレスというところが指摘されます。これらのストレスが重なってうつ病のリスクになるところがあります。続いては子育てうつになります。子育てに関連する適応障害やうつ病になります。これもしばしば子育てや家事と仕事の両立というところを要するというところ、これらを背景としたストレスが重なってのうつ病のリスクということが言われます。続いてシングルマザーとうつ病ですけれども、シングルマザーの状態においては、さまざまなことを一人でこなしていく、さまざまな役割をこなしていく必要が言われます。その中で経済的な不安があったり、お子さんとの関係があったり、周りの偏見があったりするところもあります。こういったさまざまなストレスが多く重なってうつ病のリスクになるというところが社会問題として言われます。続いては発達障害合併に注意というところです。女性の発達障害はうつで見つかるというところです。うつ病と女性の発達障害です。女性のうつ病でグレーゾーンを含む発達障害を合併していることは多くあります。以前からストレスで枯れやすい状態というのが背景なんですけども、特に社会人になってからマルチタスクがあった時に困難が出ることが多く指摘されます。男性の発達障害との違いを見ていきますと、男性ですと何かトラブルなどがあって発達障害が指摘されることが多い、一方女性ですとうつ病があってその背景にというところで発達障害が指摘されることが多いという違いがあります。特に大人のうつで見つかりやすい大人の発達障害を見ていきますと、まずは不注意優性型の ADHD、もう一つがいわゆる受動型の ASD になります。まず不注意優性型 ADHD ですけども、これは多動や衝動というところが目立たず不注意のみが目立つ ADHD になります。この場合学生まではトラブルが少なく、しばしば周囲のサポートもあって見つかりにくいところがあります。一方成人後に関してはサポートが減るなどストレスが増えてうつ発症を契機に見つかりやすいというところがあります。続いては受動型 ASD になります。これは人に合わせる受け身のタイプの ASD で女性に多いものになります。周囲に合わせるため一見トラブルは少なく見つかりにくい面があります。しかし成人後マルチタスクなどのストレスが増えてうつ発症を契機に見つかりやすいというところがあります。で、女性の発達障害での適応の様式というところも関連します。主には2つあって、1つ目は過剰適応といって無理して合わせるというタイプ、これはストレス溜まることがあります。そして軽い不適応の持続というところがあります。こうするともう能力の問題として指摘されることが続いて自己否定につながることがあります。これらどちらにおいてもストレスが高くなってうつ病のリスクが上がるというところがあります。そしてもし発達障害合併が疑われたということですけれども、この場合まず第一にはうつ病の治療をしっかりやっていきます。そして状態が安定してもやっぱり特性が気になる場合に幼少期の問診などを行うというところが一つ、そしてその中でより客観的な面で見るために心理検査を行うというところもあります。これらの主観的な病歴と客観的な評価の両方を合わせて診断に至るというところがあります。今回はうつ病適応障害セルフチェック、女性のうつ病の特徴5つを見てきました。女性のうつ病では一部男性と異なる以下の5つのような特徴が指摘されることがあります。1つ目は発症率の高さ、男女比1対2とも言われます。次は不安が出やすいというところ、3つ目がホルモンが影響するというところ、4つ目が社会的ストレスが影響するというところ、5つ目が発達障害合併に注意というところです。うつ病は早期発見早期治療が大事です。そのため気がかりの点が続く場合は受診して相談というのも検討していただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。